ご乗車ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。はい、どうされましたか？この切符記念に持って帰りたいので、はい、これ持って帰るようにしてもらえますか？これ。はい、お預かりいたします。はい、はい、はい、すいません、こちらでお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。ええはい、正気ですか？どうされましたか？なんで切符に穴開けるんですか？はい、なんで穴開けるんですかこれ？すいません、お客様、切符の方にはですね、持ち帰る際に一応磁気の方をですね壊して、お渡しするというルールになっておりますので、申し訳ございませんが、何も穴開けて壊す必要ないでしょう。じゃあこちらの駅ではそういったルールでやらせていただいております。なんかもう向こうにしましたって言ってか、端っこにボールペンで書くだけでもいいじゃないのこれ。一応そちらの不正乗車とかのね、利用を防ぐためにもそういったルールになっております。これじゃなんかもう記念にならないんで、はい、駅員さんもじゃあ新しい切符買って無効印押してくださいよ、はい、あ、ちょっと新しい切符はでき買えないですね、こちらでは。なんでですか？申し訳ない、お客様のちょっと、そちらを買っていただかないと困りますね。いや、僕の意見も分かってくださいよ。穴開けた切符ほど価値のないものないですよ、はい、そうなんですか？申し訳ないです、それは。あんた、どうしたんですか、お客様？お客様？お客様、大丈夫ですか？もう落ち着いてください。どうせ穴開いてるならね、はい、僕、前まで穴開けてやるんだから。あ、落ち着いてください、お客様。お客様、落ち着いてください。大丈夫です。じゃあ、あれですね、穴開いた部分、ちょっとさっきこのパンチで開けちゃったんですけど、はい、ちょっとここの部分見つけてちょっとセロテープで貼っときますので、そこの部分に。本当ですか？はい、ちょっとうまいこと直せたらなと思いますので。本当ですか？はい。あ、ちょっとでも今噛んだのでちょっとぐちゃぐちゃになっちゃってるので、ちょっと修復難しいですね。ふざけんなよ！申し訳ないです、お客様。ふざけんじゃないよ、お前は。なんでそんなこと言うの？じゃあもう怒りました、僕。はい。知りませんよ。はい。僕の。兄、はい、撮り鉄の兄呼んだらもうね、こっち最強ですからね。あ、ちょっとお客様すいません、一応ね、ルールになってますのでご了承ください。そこはなんだよ、本当にお前は、はい、ちょっと後ろにお客様待ってらっしゃいますので、すいませんが、分かっていただけますかね。みんなも穴開きたいだろ、一緒に切符に穴開きたいだろ。お客様ちょっと静かにしてもらっていいですか？もう分かりまして、僕はもうね、大人ですからね、うんうん、そろそろ引っ込みますけどね。はい、ありがとうございます。じゃあせめて最後にいいですか？あ、どうされましたか？じゃあこの代わりに、はい、駅員さんの帽子くださいよ。あ、無理です。こちらの会社のものですので、それはできませんね。じゃあもう第2ボタン。いや、高校生みたいですね。